さあ、これですね。右手が16分音符で、左手が3連符で、これを一緒に弾く曲が出てくると思うんです。その時にどうやって弾くかというと、4と3の最小公倍数、それをこの図に表したんですよね。だからタタ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 となります。タタツタツタ、1で一緒ですね。1,2,3,4が右手、5が左手、6が伸ばしたまま、7で右手、8伸ばしたまま、9が左手、10が右手、11,12が伸ばしたままになります。一回弾いてみます。何の音でもいいので、例えば右手をソにして、左手をドにします。12分解したタッ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 ですね。悲壮の曲ご存知でしょうか。オーパスで言うと13番です。2楽章の67小節目に右手が32分音符で、左手が16分音符の3連符で出てきます。ここですね。大体の生徒はこう弾きます。こういう感じになりますね。ぎこちないですね。だから分解しました。こういう風に、これが16分音符の例で、これが32分音符の例です。同じことなので、こっちの綺麗に書けてる方を見せておきます。タカ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 。算数の苦手な方はちょっとかわいそうなんですが、最小公倍数で表したのがこういうことです。さっきの応用を使いまして、55小節目の2拍目に右手が普天8分音符と32分音符が最後に2つ入ってますね。この55小節目の2拍目のところを解析したいと思います。これです。見ていただくと分かると思うんですが、この最後の3連符の音に、この32分音符の上のメロディーの音は重なっていません。ですので、ゆっくり弾くとこうなります。こういうことです。もっとゆっくり弾くと、次の小節の頭の音までいっときます。なら長さがわかると思うので。では2拍目です。こうなります。お分かりでしょうか。この分析で、これはもうロボットみたいに弾いてますが、気持ちを入れて弾くときは多少揺れはあるでしょうし、多少この最後のところは少しゆっくりめに弾くと、まあ、気持ちがこもってタララという、ね、次のメロディーにつながる。だからためを持って次の頭に入れてはいかがでしょうか。試してみてください。それから同じことが63小節目にもあります。1オクターブ上のパターンですね。となっていますね。それから基礎用にもう1ライン入れて、32分音符に右手をして、左手が16分音符の3連符になっているのが66小節目に出ていますね。そこもまあ応用した感じで、右手の音が最初のこの1個目と、それから最後の4つ目です。左手は同じく3連符ですので、これを伸ばしておいてここで弾くということですよね。だからこうなります。
で、その後の68小節目のターンがありますよね。これ、じゃあどこに入れたらいいんでしょうとなるんですが、それはターンを始めるのはこれの音の後、ここから始めるといいと思います。ダララララ、2個目の後すぐ始めるんですから、少し早めに行くと、